対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがボーマンガルド結構ポリツ、デンジュもミッキーってことで、あーやべえ画面がポケダになってる、変えよう。あ、これで変えられる、あ、変えら変わったわはい、でこんな感じです。まあいつものランド何かからランド何かでいいな。ランドハッサムひねりするとね、ちょっとねガルドが重たいんだけど悪くはないんですよねこの選出。ただ難しいところだな。ランドレヒデトランとかでも正直いいと思ってるんだよな。こっちにするか。では対戦よろしくお願いします。ただね、ボーマンダイテムとするとき実はハッサムってそれなりにやれるんだけど、実はじゃないね、ハッサムそれなりにやれるんだけど、まあ、ドランはほぼやれないんでこの差が出るかも。ガルドポリツに対してはドラノが圧倒的に強いんだけど、ポリツが来たか。ただね、残りのメンツだよね。トレースか、ダウンロードか、ダウンロードか、しらがっちゃうな。つってもまあドラに通る技は大してないでしょう。目指しがあったら別だけどな。トンボ返りで、まあ、ただ相手のパーティードランがめちゃめちゃ重たいってパーティーでもないんで、目覚めるパワー地面は持ってないと思うけどね。ここはヒートラン、まあ、一応だけドラン連れてきてポリスにはどんなに効きやすいポケモンだから、ここ連れてきて正解だけど、こっからだな問題は。シャドーボールへ、まあ、一貫ハッサンだろうがドランだろうが仮に突っ張ってきても問題ないのか。まあ、これただ安定卓取れてるより、実はどのポケモンに対しても中途半端なダメージしか入んないからな。ドクドクでじゃそんなに困らない。楽なのはね、ここでマンダリ引いてきてくれることなんだけど、まあ多分やってこないでしょうね多分やってこない。それはマンダは毒で削った後に何度か危険で仕留めるっていうのが一番理想の展開なんだけど、まあ、そううまくはいかないだろうな。サンダ今回サンダーがいないからさ、一旦サンダー繰り出してって動きができないんだよな。一匹切って何かで倒すみたいな動きになっちゃうから、今回はマンダがめちゃめちゃ重たい。サンダーがいるのね、とりあえずサンダーを投げるだけ投げて、ボルチェンからランド出して威嚇入れ直して激励もできるし、まあ、ボルチェンからレキで出して、まあ、一瞬マンダの状態で退治させてってのもできるんだけど、引いてきた。電樹木か。え、催眠やつ。どうだろう。これちょっと簡単には引きたくないな。ただこれ毒毒一回もらってマンダに引くって言うと取るかもしれないけど、他もデイチの力じゃないわ。ホタルビもあるし、守るはちょっとグロこっちを。でもな、危ねえ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 怖えわ。よかった毒毒連打とかしなくて、大地の力これまあまあ痛いぞ。入って、ああそれか。ここは守らずにダンドロスに引け。この動きは相手守るを警戒してくるはずだから、メザッパはねここでは押してこないと思うんだよね。やるならもう一回ホタルビか10万ボールド。メザッパアタックそ強いけど、ここは僕一回守るように見えるから、相手はまんまメザッパは打たないと思う。ではな、オッケーオッケー。トンボ返りだね。地震で倒しちゃうとマンダの規定になるかもしれないし、ここはトンボ返り。オッケー、よしよし耐えてるぞ耐えてるとは言ったものの普通にきついんだよな。ただここちょっとトンボ押さなかったらほぼ負けまであったから、ここトンボ押したのはでかい。選手的にもね、ボーマンダさえ倒せたら勝てる。でここがカプレヒで、ここただのムーンフォースでいいな。ゼッタまだ切らなくていい。ポリゴン2に引いてきそうな感じあるしね。突っ張ってくる場合でも、まあここで入るただのムーンフォース入るだけでもだいぶダメージでかいんで、
はまだ打たなくていいっすね。リンジモクはもう毒毒入ってる状態であの SP だし、そんな気にしなくていいよ。なんか引いてくるならポリゴン2だと思うんだけど、ただ瞑想レヒエとかの場合にポリゴン2出しちゃうと起点になる恐れっていうのもあるからな。引いてきた。まあ多分ポリゴン2電磁目でもいいよって感じだけど、ポリゴン2へ。リーが上がってムーンフォースへ。Cダウン引いたか。ここでもう投資に行くべきでしょ。運が良かっただけだけど、自然の怒りが入って、恩返しの方か。どれくらい、あ、まあまあいけ。他も行くしかないな。ラブリースターインパクト、ポリゴン2ここで仕留めて、マンダは最悪ランドの激輪があるからポリゴン2をここで仕留めとくっていうのが重要。ただ倒せるかこの HP。 いや多分 Z だったら飛ばせると思うけど、仮に裏に引いてくるでもそれはそれでいいな。まあマンダバックは多分ないだろうけどね、レンジモクバックはそれはそれでいいかな。ここはこいつをちょっと仕留めておきたい。 C ダウン全く関係なかったな、恩返しだったら。さっき映画上がってラッキーとか思ったけど、映画上がった方がきつかったパターンでしたね。うちのレヒレはダウンロード対策してるんだけど、今回アダトだったな。まあ、このポリゴン2が多分両方振ってるやつだから、両方使えるやつだから仕方ないんだけどね。全力のジェット技。さすがに飛ばせよ。これ飛ばせなかったらちょっとまずいぞ。あ、オッケーオッケーオッケー。飛ばせたんだったら全然いい。で、どっちが来るかなんだけど、どっちが来るんだこれ。電磁木の方か。そこ、ドラマ隙を見せるボーマンダに対してランド出さなきゃいけないかも。ちょっと賭けではあるけど、ここメザッパを押してくんな、頼むぜ。オッケーオッケーオッケー、それはいいぞ。でもこれあれか、結局リスク取っただけな気がするな。激輪押しちゃっていいのか。でもいいか、激輪押しちゃって。いや味覚が入るんだよな、要はそこですよ。激輪押すか。電磁力止まらなかったらまずいんだけどね。あ、さすがに飛ぶね。急所、まあさすがに HP 半分以下だったから飛ばせてると思うけど、これただね、マンタがまださメガ進化してないんだよね。だから激輪、威嚇が入っちゃうのが美味しくないところ。まあただ威嚇が入っても HP ちょっと削れてるし、激輪自体はそれなりに痛いはず。半分ぐらいはさすがに入ると思うんで、半分ぐらい、半分近くは入ると思うから、まあ待ってきたとしたらここに止まってくれることにするしかないの。まあもう何なら急所で殺しちゃってもいいぞ。ランドロス急所で殺してしまおうじゃないか。ああ、やっぱそうだね、思った通りのダメージぐらい。オッケー、これ止まったの方がいいかも。ユーマいい、どうだろうな。ここいや投げるべきか。ここどうだ、威嚇を入れ直すかどうかっていう話なんですよ。ただここもう一回待ってくる可能性があるんだよね。だ羽休めのどうだこれ、殴るか。ワンチャンエスカってる可能性あるから羽か。まあ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 、それがあったか。ちょ、ここちょっと動くだけ動いて頼む。この次お前引っ込めるから、ここ動くだけ動いてくれ、頼むわ。マジか、お前3割をここで引く。まあ、でも考えろ、どれが一番勝てる。ランドリー威嚇折れに行く展開しかない。ヒードラン、身代わりあればここ身代わりだと思うんですけど、その場合は捨て身か。こんなに入るんだ、すげえな。ボーマンドってポケモンは
身代わりはないでいいね。これ自信が多分あるんだろうけど、身代わりはない。あったら今のところ打ってくると思うから、打たない理由がないもんね。 S 勝ってんだから、だから身代わりはないでいいや。自信が多分あるけど自信はもう関係ないね。捨て身でこんだけ入るんだから自信の有無は関係ないっすね。捨て身、まあそうだな。こっからなんだよ、また大変なのは。でランドリー隠れるっしょ。でこのボマであんま耐久振ってないっぽいんですよ、あんまり。でだから火力が高いはず。でもう一回威嚇を入れるかどうかって話なんですよ。ここ羽休めしてくるかもしんないからな、一撃でいい気がするな。で下から激励になるんだけど、あの羽休めで追いつくほどのダメージじゃないんで、羽休め連打で負けるみたいのはない。まあさっきみたいに混乱があるけどね、混乱とか事象があるけど。でここは力で殴ってくるのか。ここ舞はないと思うんだよね。羽か殴ってくるか。殴ってきたか。これはね、羽された場合は最悪もう一回ランド出して威嚇ってのがありえたんだけど、あれもあれかフィールド張っちゃったからさ、激励半減じゃん実は羽休めされた場合って。忘れてたな忘れてたけど、でも相手殴るタイミングはどうしてもあれだよね、殴ったり舞うタイミングは絶対に地面に、ま、なんだ飛行タイプ残ってる状態だから激凛でいいな。まあそうだよな、ここ自信をしても自信なんか押すわけにはいかないしな。ワンパンできるんだったら押すけどさね、これはまあそんな入んない。ちょっとこれでも微妙なとこだな。威嚇入れ直さなかったらきつかったとはいえ、あでも結構入ってるね。これ羽連打していくんだろうな相手。フィールドある限りは混乱もあるし、まあ、さっき自称したからな、もう自称しないと信じよう。自分のフィールドがだとなってきて、ただこれフィールド張らなかった、フィールド張らないというか威嚇入れ直さなかったらワンチャンスもなかったから、要は捨て身捨て身で落ちちゃうからね、ランドモリヒレも。だからプレイング自体に過ちじゃないんだけど、このフィールドはちょっとうざいな。まあたださっきも言ったように殴るタイミングではどうしても飛行タイプが残るわけなんで、そこに激凛をぶち当てればチャンスはある。ただ混乱が苦しいと。まあ相手これ今羽しない理由ないから羽していくんだろうな。殴るはないっしょ、うん、殴るとしたら次のターンからなんで相手は。だからね、ちょっとここの2ターンランドローさん頑張ってもらいたい。ここの2ターン頼むぜ。オッケー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 。で次のターンはフィールド消えるから、ここ動くかどうかの勝負。まあ混乱も治る可能性もあるし大丈夫だろ。これ舞うのかな相手。あ羽すんだ。羽はでも取り合い、あれ相手捨て身だっけ。反動が嫌だからか。確かにそうだな。よし混乱解けた、最高激凛。これは相手苦しいぞ。激凛採用してる理由は羽じゃ追いつかないから、この回復が。お前一瞬で混乱するのな。お前だってこの混乱解けたのも激凛って一瞬で混乱するもんなの。まあしゃあない、激凛押すしかないわ。激凛押すしかないから激凛しか持てないからね。まあ確率上はこっちが有利なはず。これはさっき一回引いてるしな、3割だからさ。激凛自体は強化されてる技なんだよ。フェアリータイプは増えたけどねだこの試合クソ長えな。お、ここ殴ってくるのか。威嚇入れまくってるのこっちはしないけど、自称しなければ勝てる。さあ頼むぜ頼むぜランド、ここここ一発決めてくれ。よーし勝った、対戦ありがとうございましたいやー激凛ランドいいですね。これ弱ばずちょっとハンデレンダーで負けちゃうんだけど、激凛ランドこのようにねどんな状況でも抜群が取れるから強いんだよね。まあ当然だけどリスクはあって、それがまあ混乱ですね。大変ありがとうございました。